今週も始まりました森下仁丹プレゼンツバイオレディオでございます。さあ梅宮さん、はい、先週はですね、藤巻先生に来ていただきまして、はい、その暗号資産の話いろいろ伺いましたね。伺ったんですけども、あの梅宮さんは現金持つ派ですか、はい、持たない派ですか、常に日頃。私現金忘れてスイカだけで出歩いたりして後悔してはい、はい、あのヒヤヒヤしながら帰ってくることが時々ありますよ。今でもあの思ってるよりその現金を使わなくて済むとこがめちゃくちゃ増えてますよね。もう1円も持ち歩かなくても安全みたいな、ね、で僕もそのスイカもとかパスモみたいなああいう IC カードも自動チャージみたいにしてるから、はい、そしたらもう大丈夫、全然聞いて、ね、クレジットカードもついてるのでですよね、はい、だからすげえ便利だなと思ったんですけど、ちょっと今日はねそういった話も聞けたら聞きたいな、ね、今後さらにキャッシュレス化が進んでいくのかとか、あ、そうね、どういうふうにお考えかなというのも聞きたいと思いますのでさあ、はい、先週に引き続きの、このゲストの方紹介してください。はい、今日お越しいただいたゲストの方をご紹介します。日本維新の会参議院議員藤巻武さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして森下隆一先生にも先週に引き続き来てもらってます。さあ、藤巻先生、先週はまあちょっとためになる本当にお話を聞きました。暗号資産の話聞いたんですけども、もともとね、そういう金融系のお仕事をされていたということでございますけども、その先ほど僕ら言いましたそのキャッシュレスが今進んでいると、これはその例えば経済的に見てどうなのか、そして政治家としての 目としてどうなのか、どういうふうにお考えなのかなということを聞きたいんですが、あの今日本はキャッシュレス化が極めて遅れてるんですよね、世界に比べると。あの海外に行けばすぐ分かると思うんですけど、はい、私も、去年の夏かなオーストラリア行ったんですけど、はい、みんな現金なんか持ってないですよね。ウーバーなんかは全然現金必要ないし、はい、それから最初タクシーに乗って、お金出したらあの小銭返してくれないんですよ。でこれボラれたかなと思ったら本当に小銭持ってないんですよね、みんな現金決済しないからね、はい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 、ということで、まあ、日本は極めて遅れてるということなんで、うん、私はキャッシュレス化はあの非常に重要だと思ってます、うん、で一般の多くの方はね、一つにはあのやっぱりキャッシュを扱うって時間とエネルギーが無駄なんですよ。例えば年末に銀行行くとものすごく並ばされちゃうし、だから商店の方も毎日お金入ってきてその小銭をね銀行預金したりするの大変なんですよ、はい、そんなものはなくなりますからキャッシュレスにするとね、それから訪日観光客、今度大阪でも万博とかありますし、 その時にねやっぱり訪日観光客が現金社会みたいになんだってことになっちゃいますよね。そういうこともあります。それから最後はね、僕は一番重要だと思うんですけど、だけどちょっと難しくなるんでお話ししませんけど、しないですね、気になるけど、これはねやっぱり伝統的金融、今の簡単に言うとね、今私はその今の異次元量的緩和っていうのは間違いだと思ってるんですよ、うん、で伝統的金融政策に戻すべきだ。で伝統的金融政策っていうのは景気が悪ければ金利を下げる、景気が良ければ上げるということで、それが本来の金融政策だと思うんですけど、うんうんはい、それの障害になるのがね現金なんですよ。まあ、こう詳しく喋ると時間なくなっちゃうから明日まで買っちゃいますんで、はい、だからこれ省略しますけど、はい、で伝統的金融政策を戻すためには私はやっぱりキャッシュレス化にしなくては、デジタル通貨にしなくちゃいけないと思ってます。これはね、今度っていうか日銀に議論、黒田総裁と議論しようと思ってるんですけど、そのくらいにそういう意味でもねキャッシュレス化絶対に必要だと思う。で一番簡単なのは、本当はねキャッシュレス化って一番必要なのはね、簡単なのはね5000冊と1万冊なくしまえばいいんですよ、日銀が。なるほど。これね一応内閣がね決めればねできちゃうんですよね、だから今度真剣刷新なんて言ってるけど、そんなの刷新しないでもやめちまえと私は思うんですけど、ちょっとそんなこと国会で言うとバッシングに遭いますけど、はい、まあでもね、はい、言われるように政府もキャッシュレス化を推進するというので、はい、まだ法案出てますが、スーパーシティというね新しいその街づくりの中で、はい、もうオールキャッシュレスの街を作るって宣言してて、ほで僕は万博をね、キャッシュレスすべきだと、はいはいはい、理論上ね、キャッシュを使うと万博が成り立たないと思ってて、どうして、まあ、3000万に来るわけでしょ、はい、で半年間にして、でボランティアの数を数えるときに、じゃあボランティア用意できるのかと、
今の日本で、うん、オリンピックですよね、はい、2ヶ月厳しいと言ってるんで、ね、はい、でそこに世界中の国の人のやつを、まあ、クレジットであれキャッシュであれね、両替したらもう成り立たないでしょ、行列ができて。そうですね、だからもう万博に入った時点で僕はエキスポコインという地域通貨を発行して、うん、もう全部それにも変えてもらうと、はい、それだけが電子計算ができて運用すると、はいはい、まあ、そうすると要するにもう一切通貨なんていうか住宅がなくなるわけですよ、はいはいはい、少なくともお金の決済に関しては、うん、でしかも何も考えなくていいからね。難しいですね。政府が入ってこなくても、うん、進まない、そのキャッシュレスが進まない、だけど暗号資産に関してあんまりこう口出しちゃいけないっていう塩梅は どうしたらいいんですかね。日本の政治家の仕事は誰がどうやってこうじゃこうやってこうって決めていけるんですか、うん、まあ、政治家が決めなくてもね、うん、キャッシュレスなんていうのはさっき言ったように現金なくせばすぐ行っちゃうわけですから、うん、今度もね政府が考えてるのは消費税軽減の対応策として、うん、ポイント還元をすると、うん、クレですね、その時にそれはそのキャッシュレス化にも役立つとか言ってるわけですよ、うん、で予算つけてるんですけど、予算つけて金つけなくてもさっき言ったように5000冊と1万冊なくすればキャッシュレスになるんだからな、予算使うことばっかり考えんなよと、うん、もう要するになんか頭使えばね、いくらでもキャッシュレス化が進むんだよというふうに私は思ってますけどね、まあ、キャッシュレス化はやっぱ民間がね何しようとかして、うん、もうそれこそ LINE Pay とかね、そうですね、ペイペイとかね、うん、もうこれで急激にやっぱ普及してますよね。そうですね、であれってその銀行口座もいけるから、まあ、昔で言うデビットカードみたいなもんですよね、はいはい、でもデビットカード一切普及しなかったんだけど、そうですよ ね, そうですよね、外国は普及してるんですよ、日本は電子マネーの方がね、うん、だけどもうペイペイとかでは結構みんな口座から落としては増えてるから、はいはい、でそういう意味だとねやっぱ民間の方でどんどん行くから多分これかなりねキャッシュレス化進んだと思うでしょ、ペイペイ、ラインペイ、その辺の仕組みが入った中でね、そうそうそう、これがでももう一歩ね還元策が出るか、あるいはもうそっちの便利なところになれば一気にいっちゃうと思うんだよね、うん、確かにそうですよね。だって今もう庶民的な話しますけど、うん、なんとか激辛博とかあるじゃないですか、わかります、肉祭りみたいな、なんか公園とかでやってるじゃん、駒沢公園とか、あ、代々木公園とか、ああいうのも今キャッシュレス化がめちゃくちゃ進んでて、うんうん、あれも列のか、うんうん、を緩くするために行列ばっかりで全然食えないんですよ、うん、それをやっぱちょっとでも緩和するためにIC カードの人の列こっちとかで分けてたり、うん、今まではそれ用の地域、うん、地域通貨みたいなその券を買わなきゃいけない、うん、その祭りの、うん、フェスの、はいはい、でもそれも買わなくても IC カードで やる分には大丈夫ですみたいなのが増えてきてるんですよ、うん、だから管理できるからね、うん、でむしろそうです、ね、手売りの、ね、チケットよりもよっぽどいいみたいな、しかも本来はその IC カードに男であるとか女であるとか性別が入ってて年齢が入ってたり、そうそうそう、まあ、住んでる地域が入ってたりなんかいろいろしたらそれだけで何がいつ何分どこで誰が買ったかっていうデータも全部取れますもんね。僕が万博と言ってるのは、はい、そのエキスポコイン買える時に、はい、その国籍と違う言葉を登録させると、はい、そうすると例えばアメリカから来たフランス語をしゃべる人が来ればね、はいはい、AI でフランス語で案内してもらえるんですよ、はいはいはい、パビリオン行った時に、はあはあ、そしたら通訳もいらないし、確かに、うん、一番最初からフランス語でしゃべってもらえる、うんうん、この人はアメリカ人だけど中国が得意で中国語でしゃべるとかね、うんうんうん、そういうこれからは、ね、はい、情報をどれだけ集積したかの勝ちなんですよ、すべて、うん、GAFA っていう Google、Apple、Amazon、Facebook ね、はい、これが今その世界経済を悪化するんじゃないかって言われてるんですけど、うん、これはビッグデータで情報全部集めちゃったからですよね、はい、そうするとやっぱり広告なんかでね集めてないところとはもう全然勝負にならないわけですよ、うん、皆さんもご存知のようにこの人をこう温泉行きたいなと思うと温泉の線でうわーって出てくるの、もうそういうこともあってね、もう全然ガーファダメなんだ、ガーファには太刀打ちできないわけ、うん、だからやっぱり情報をね少なくてもね集めていくという努力はね、森先生がおっしゃったように、うん、集めていくという努力はやっぱり今後の日本経済のためには非常に重要だと思いますよ。本当にオリンピックで間に合えばよかったんですけどね、まだそこまでできないから、万博の時は本当にね、どこの国の人が来て何語を喋って何分間滞在してどういうふうな歩き方をしていくらお金を使ってその時の血圧がどうなったか、そうか、そう医学的なあっちも書かれるから、そうそう、でそれはね熱中症対策とかで結局その
温度とかも測ってると知らなくて済むわけじゃない、そうか、だからもうそろそろ危険だからファビリオン入ってくださいですね、プッシュ通知で信号が出るとか、それはこのデバイスがあるわけですか、だからそれを貼ってもらうんですよ、へー、だから迷子もいなくなるし、ね、で突然死する前は今10秒ぐらい測るからね、防がれるのをつけといてもらえば、だからもうなどこそこの会場一人倒れそうだと藤巻先生危ないよと助けてください、そうそうそう、そしたらもう先に、ね、行ってね、そろそろ倒れるの横で待ってたらいや死にましょうと、いやだからそれぐらいできるから、でもその情報世界中の3000万人のデータが万博で手に入り、あるいはインバウンドで来る6000万人のデータが日本で入ればね、これ結構ねガーファン対抗できる、いやいやそれはすごいわ、 そこと対抗するための今回はなんていうかあのチーム作りのいい場所けあの、ね、機会なわけですか、万博が2020もちょうどいいし、その時には番号資産でブロックチェーンで管理していって、うん、ブロックチェーンで管理しないと結局情報盗まれちゃうから、ああそうですね、そこが一番怖いですよね、情報漏洩といいますか、よく問題になってるところ、そうですね、そこはね、その昔のサーバーのイメージがみんな強いから取られると思うんだけど、はい、もうブロックチェーンになっちゃうと取りようがない、え、どうして取りようがないですか、ブロックチェーンだと、これも先生の専門なんだけど、みんなが、ね、管理してる、例えば、はい、あの今までだったら一つのサーバーで管理しちゃってるからそれを壊されたらおしまいなんですけど、はいはいはい、あの全部をこうごまかさなくちゃいけないわけですよ、はい、早口は4人いるじゃない、うんうんうん、でこの4人がそれぞれの何か知らないけど自分の番号を持ってる、はい、でそれが全部合わない限り出せない、はい、でこの4人じゃなくて実際には何千万人がそのデータを持っていて、みんなのデータが合わないとお金が引き出せない、まあ、ちょっと始めますね、今週までコーダをオープンするっていうところから始めて、そうやって、はい、やってみるという、そうやっぱりね、口座を開くのにやっぱり1週間とか2週間かかりますから、どこで開けるんですか、いろんなね、あの交換所、いい交換所もできて出てきましたから、そこであのパソコンを通じてね、はい、あのスマホを通じて簡単にできますから、あの見つかったりする取引所っていうのはどういうことなんですか、見つかった取引所、あれはね、あの、はい、闇の取引所、闇の取引所っていうのはどういうことですか、闇っていうのは今ね、金融庁が、はい、あの認めてるのがちゃんと認可さ、はい、あのしているところしかできないはずなんで、はいはい、だから要するに脱税目的で隠れてやってるところがあるわけ、はい、そういうのが捕まってるんだ、それは正式なんじゃない、ちゃんと認可を受けている正式なところで取引をしましょうという、もう正式なところがさっき何千箇所かあるんで、何千箇所、取引所は確か11社だったかもしれない、取引所はいくつかで、うん、暗号資産自体はそういうのがあるっていう、はい、だから、まあ、株みたいなのだと思えばいいと思ってね、暗号資産そういう会社が2000ぐらいありますから、はいはい、それを取引できる取引所が、まあ、本当はだから東証みたいなやつ1個あればいいんだけど、まだそこは整備されてなくて、はい、個別のやつがまだありますと、あでもちなみに値段違うんでしょうね、値段違いますよ、ね、はい、安いと、まあ、そんなに違わないですけどね、はい、1円ぐらいか、それはね、取引所が完璧な仲介業務をやってじゃなくて、自分がそのなんていうか相方になっちゃってやるところもあるんで、そういう多少の値段違いますけれど、やっぱりそんなに違ってると、やっぱりその金利差最低っていって、あのうまくこう調整されていきますんでね、そんなに差はないんですよ、ちょっと信用のあるところがいいと思いますよ、これを機にちょっと皆さんもね、そのね、暗号資産と、そしてまだまあこれ聞かれてる方で、まだなんかキャッシュレスにちょっとね、まだなんていうんですか、ちょっと怖いなって思ってる人もいるかもしれませんけども、そういう人もどん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 進めていただいて、より日本をこうね、世界に追いついていかないといけませんから、そういう面では、はい、皆さんもちょっとこの話を聞いて明日から参考にしていただければと思います。2週にわたって来ていただきましたけども、そろそろお時間でございます。2週間ありがとうございました。ありがとうございました。いや梅宮さん、ちょっと万博の話すごい興味ありましたね、はい、そうですね、私万博はこんな、そういう意味が複合的にこうあるんだなっていうのは、まあ、知らなかったです。一番いい時ですよね、はい、そういう そうですデータ的なものを取るにはやっぱり、ちょっと楽しみだ、はい、なんかカジノもね、どうなるかなっていうところもありますからね、はい、はい、どうですか、はい、何ですか、なんかいろいろ喋って長くなっちゃった、ごめんなさい、もうじゃあ明日から、はいはい、明日からやりますか、暗号資産やりますか、うん、ちょっとじゃあ次回静香さん会った時に、じゃあもうどれぐらい儲かってるかちょっと僕に、ね、言ってください、はいはい、楽しみにしております、競争して僕も、ね、はい、もう定額からできますもんね、きっとね、うん、そんな言うほど定額からできますからね、ちょっとから、はい、ちょっとからやっていきたいと思います、はいはい、さあ来週は一体どんな素敵なゲストの方が来てくれるのでしょうか、今週はこの辺でお別れでございます、さようなら。